現在のグロスター公、リチャード王子グロスター公爵は、イギリス王室でしばしば時の君主の息子の一人に、授けられる公爵くらいであり、その名は、グロスタシアのグロスターの地名にちなんでいる。現在の、第6期の従属爵位は、アルスター伯爵とカローデン断爵である。この爵位は、最初1385年に、イングランド王エドワード三世の13番目の子である。 トマス・オブ・ウッド・ストックに授けられた。しかしトマスは、オイ・リチャード・ニセイと対立、1397年に追放され死亡したことにより借位は消滅した。次に1414 14年、ヘンリー4世の5番目の子である、ハンフリー・オブ・ランカスターに授けられたが、彼も、清掃で失脚した末に1447年に、急死、再び借位は消滅した。 第3期は1461年、エドワード4世が即位すると弟のリチャードに授けられた。後に、リチャードが国王リチャード3世に即位すると、皇陵は国王陵に編入された。1485年に、リチャード3世がボズワースの戦いで戦死した後、3人のグロスター公のいずれもが後継ぎなく、死んだためにこの爵位は不吉とされ、150年間、 誰にも授与されなかった。次のグロスター公は、チャールズ一世の息子のヘンリー・スチュアートに授けられたが、彼が亡くなると、爵位自体が公式に消滅した。アン・女王の息子のウィリアム王子が生涯にわたって、グロスター公と自称していたが、結局正式には、公爵位は与えられなかった。フレデリック・ルイスも若い頃に、グロスター公を自称していたが、後に、 エディンバラ公に劣勢られるとそちらを使うようになった。次のグロスター公の創設は、ジョージ3世の弟、ウィリアム・ヘンリーの時であり、正式爵位は、グロスター・エディンバラ公となった。現在の第5期のグロスター公の創設は、ジョージ5世の子ヘンリー王子の時のことである。ヘンリー王子が亡くなると、爵位は、息子のリチャード王子が継承し、現在に至っている。 現時点での推定相続人はアルスター博、アレクサンダー・ウィンザーである。リチャード3世は1483年に即位するまでグロスター校だった。ありがとうございます。